サッカーになっていいです、うん、雰囲気を楽しんでください、うん、世界一のキーパーを目指している小学生の息子がいますが、いつか本田監督の下でプレーするのが夢みたいです。おお。なるほど。どういうキーパーを求めてますか？いや、これね、僕、マジで話すると、キーパーをやりたければ、もちろんやっていいという前提ですけど、日本人は、まあ、いわゆる DNA 的にも、そんな身長高くならないじゃないですか。なる人もいますよ。でも、ならない可能性高いんで、マジで、キーパーをやるべきかどうかをまず真剣に考えた方がいいと思います。これは本当に、やりたければやったらいいし、やって小さくても、ワールドカップで大活躍したキーパーも見てきましたし、成功はできるんですけど、その難しさは、やっぱり小さければ小さいほどキーパーはディスアドバンテージなので、そこを無視してはいけないと思います。なのでもし小さい場合はやっぱりその動きの質が求められますよね。個人批判をするつもりはありませんが、日本のゴールキーパーのレベルは世界と比べてどうですか？コスタリカ戦、前回のコロンビア戦の壁を通されたフリーキックなどなど、うん、今回は片手で取りに行けばよかったんじゃないか。まあ権田選手ですね。まあ、もうその通りですよね。キーパーってやっぱサイズがね、かなり重要視される中で、まずサイズのディスアドバンテージが、まあ、日本のゴールキーパーにはあるんで、まあ、もちろんそういう歴史的に見ても差はありますよ。うん、でも、それでもめちゃめちゃ追いついてきてるっていうのは間違いないんでね。差はあるけど、頑張ってる。で、まだもっと頑張らないといけない。で、埋めるのがものすごい難しいポジションでもあるかもしれないですね。日本で一番すごいと思ったゴールキーパーは誰ですか？本田圭佑さんとサッカーの考え方で一番近い監督は誰ですか？難しいな。ゴールキーパー一人選べないですね。ただ、僕が名古屋入った時の楢崎誠吾さんは、うん、間違いなく日本一のゴールキーパーだったとも思うし、で、そのライバルの川口さんもそうだし、で、今ずっと日本代表でやり続けている川島英二、いずれも皆さん日本一のゴールキーパーなんじゃないかなと思います。周作、西川周作のキックについて、どういうこと？めっちゃうまいってこと？周作うまいよね。もう日本のゴールキーパーではもうトップオブザトップだと思いますよ。